皆さんこんばんは。ミステリー作家の七尾よしです。本日もデッドバイデイライトプレイしていきますよ。そんなわけで今日もクエンティン・スミス君でレインボーマップを持参してきました。今ねプレステージ2周目を回すための前のねアイテム消費期間なんですよ。さあ今一瞬姿が見えたけど、今日の友達はドクター、28歳、自称肛門外科医。いやこの人大体本当にドクターなんですかね。我々生存者の方が仲間の治療してますから、我々の方がよっぽどかですね、ドクターですよ。さあとか言ってる間にね、来ましたね。今日このドクターは不安の元凶をつけてきてやがりますね。不安の元凶をつけてきたということは、そりゃ当然呪文の根源を搭載して信用範囲を広げていると、もうこれお約束のねパーク構成になっておりますね。この2つのパークによって、発電機とか治療のスキルチェックが格段に難しくなっているわけですよ。でなおかつねこれ多分ねディサイシブストライクのスキルチェックなんかももう絶望的に難しいっていうかね、スキルチェックの成功範囲がアホみたいに狭いんですよね。さあ長期戦も覚悟ですよ。こうなってくるとね、ちょっとマップ使いましょう。このマップを使う、レインボーマップを使うことによって、いろんなものがね可視表示されるわけですね。やーべえ見つかっちゃったかな。いやいや完全見つかっちゃってますね。逃げろ。おそらくアドンか何かでビリビリ攻撃の有効範囲も広がってると思われ、やばい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 。さあ来るか来るか、いや来ない来ない来ないですね。ターゲットが他に移ったみたいです。いやなんかねドクター戦はね本当慌ただしい。正気をねまず取り戻して、いやもうドクター戦本当ね長期戦になっちゃうことが多いんですよ。泥沼時代になっちゃうことが本当に多くてすごく嫌いなんですよねドクターって。さあレインボーマップでねいろいろ確認しましたけども、まずはね何を確認したかっていうとね、ルインの呪いのトーテムがどこにあるか、あれを早く見つけないと本当命取りになりますからね。まずはなるべく早くルインの、だってさこれただでさえ不安の元凶でスキルチェックが難しくなってますからね、もう一刻も早くルイン見つけないと非常にやばいですよこれ。今日もね一本映画をレビューしたいと思います。今日レビューする映画はこちらもね新作映画ですね。君の名前で僕を呼んで、あらー釣られちゃいましたね。あそこに1個通っても発見したけどね、あそこにピンクに輝いてるのが、ナイス、ルイン破壊、ルインはあっちだったのか。ああよかった。とりあえずこれでね通常業務に戻れますけども、大丈夫かな。ああまたダウン取られた。というわけで僕はこちらね、レスキューに行きたいと思います。いやほんと忙しいね。映画のレビューできるかな。はいクロちゃん姫、いいよ、いやいいか、これ治療しますね。来るかな来るかな、なんとか治療したい。来るね、ちゃんと来るね。さあ来ちゃうかな、やばいやばい、足跡追われてるかな。見つかっちゃいましたね。やっぱり岩の裏に隠れてるのってバレバレだよね。見えてなくても大概ここに隠れるよなってのわかるもんね。あらららダウン取られてしまいました。さて釣られに行ってまいります。その間にね映画のレビューしましょうかね。今日レビューする映画は君の名前で僕を呼んで、これねいわゆるボーイズラブなんですよ。ゴールデンウィーク中に渋谷で見てきたんですけど、もう前回満席でしたね。早い段階から早い時間からね、ボーイズラブものってやっぱり需要が高いんですかね。いやでもねこの手のボーイズラブって2人が美形じゃないとどうにもならないんですよ。
まあ人は見た目が 100% っていうけど、ボーイズラブに至ってはね、1億パーセントでも足りない。ありがとう、気持ちいい。すまないね、苦労かけて二人で。ほんとね、ボーイズラブものはね、見た目がほんと1億パーセント以上ね。えもし僕なんかボーイズラブものに出てたら、これはもうね、あー出ませんよ、破局的な映画になっちゃいますよ。カタストロフですね。うわー、いや出ませんけどね。あ、今なんかありました。さあやっぱり見逃さないね、ドクター。なんとか逃げ切れるかどうか。板がない。さあジャンプいきますよ。ジャンプしても焼け石に水、多分無理。後ろ振り返る暇はなしよ。これで、ね、あーやっぱり無理でしたね。板もないしね。いや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 。でね、君の名前で僕は呼んで、どんな内容かというと、これ時代はね、1983年の北イタリアの避暑地、そこで家族とバカンスを過ごす17歳のエリオ君ね。エリオ君のもとに大学教授のお父さんが招待した大学院生のオリバー君がやってきます。お、ありがとう、メグちゃん。さあ、逃げるよ、逃げるよ。とりあえずもう、次釣られたら俺、私死んでしまうので、ここは意地でも逃げなきゃいけない。でもね、今ね、狂気度レベル3ですから、先にちょっとね、正気を取り戻します。ごめんね、めぐちゃん、ありがとう。で、その大学院生のオリバー君なんだけど、まあなんていうかね、いかにもその気がありそうな、まあ美青年なんですよ。2人は自転車で、まあ美しい街並みをね、散策したり、湖で泳いだりしていくうちに、まあね、やっちゃうわけですよ。やっちゃうの。そんで、イチャイチャしているうちに、オリバー君が避暑地を去る日がやってきた、みたいなね。まあ、ひと夏の体験ストーリー、皆さんもね、あるでしょう、そういう体験。ねえか。まあね、ある人はあるんでしょうね。とにかくね、北イタリアの風景が美しい。まあ、それなりに裕福な家庭なんでしょうね。音楽聴いたり、読書したり、のんびり、ゆったり。イタリア式のバカンスライフですよ。ほんとね、羨ましい。まあ、序盤から中盤あたりまでは、そんな彼らのスローなね、ライフスタイルが描かれてます。もうね、どのシーンを切り出してきても、絵になるんですね。ガーデンで食べるランチもみずみずしくて本当に美味しそう。いやー、あんな生活してみたいわとか言ってたら、地下室で一人釣られてしまいました。アンドスキルチェック失敗、1バレー。さてどうする、大丈夫か。なんとかレスキューして差し上げたい。でも近くにいるね。あそこか。いけるか。なんとか隙見て、レスキューしたいと思います。いやー、厳しいかー。ちょっと離れよう。無理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 。うわ。あ、ナイスレスキュー。いつの間にかね、地下レスキューしてくれましたね。よかった。ありがとう。で、エリオくんには女性の恋人もいて、ちゃんとセックスしているわけですよ。つまり彼はね、バイセクシャルなんですかね、バイなんですかね。それでやがてはオリバーともセックスに至るわけなんだけど、まあここからはね、ガチなホモ映画になっちゃうわけですよ。まあホモって侮蔑用語なんですかね。そうだったらごめんなさいなんだけど、やっぱりこういうシーンを見せつけられちゃうと申し訳ないけどね、個人的にはドン引きしちゃうんですね。まあキスぐらいはね、美しい二人なんでいいんですけど、さすがちょっとね、なんつうんですか、ベッドシーンというかセックスシーンになっちゃうと生々しいと言いますか。いやいや、そもそもね、一体これどういうプロセスで行われてるのかっていうのが気になっちゃうんですよ。まあ個人的にわかんないのはね、これ何、男役と女役が自動的に決まるんですかね。何の相談もなしにお互いのフィーリングでね。まあそれにね、ちょっと性行為というか、その結合と言いますかね。いや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 、ちょっと変なことばっか考えちゃうわけですよね。それでね、映画になかなか集中できない。
まあこういうことでドン引きすること自体が偏見だと言われると誠に申し訳ないんだけど、言ってしまいました。まあ生理的になかなか受け付けないっていうのはもう正直ありますね。ドン引きしたということをこのように表明すること自体が差別偏見になっちゃうのかな。まあデリケートな問題ではありますが、まあこのようなシーンがなかなかね、こう受け付けないっていうのがね、正直なところですね。まあそんなわけで、同性同士の恋愛に共感できるかどうかで、随分違った感想になるかもしれない。ただ2人の心理や心の揺れが美しい映像に投影しながら繊細に描かれていて、いやまた彼らの周囲の目がね、非常に温かいんですよね。それが実にいいんですよ。さあそこで今チェイスを繰り広げている。まあ近くにいるとね、心音近くにいるとこちらの狂気度もどんどん上がってしまうので、ちょっと離れましょう。そして発電機は残すところあと1台。あそこはもう修理済みか。とりあえずこちら、これ直しましょうかね。向こうでチェイスしている。うわー、でも不安の元凶が効いてますね。よし、不安の元凶消えた。 OKOK。 まあ非常にね、周囲の目線は温かく描かれてとてもいいと思うんですけどね。例えば同じ同性愛映画のね、ブローバックマウンテンみたいな濃密なドラマはないんですよ。まあ、もっともそういうタイプの映画じゃなくて、むしろ美しい映像を堪能する作品なのかなと思います。さあ、なんとかこれで終了割れるか。1人今つられちゃいましたけど、 OK。 これで少しはね、あのドクターにプレッシャーを与えることができる。ドクター自称肛門外科医ですからね。いやー、その肛門がこの映画で非常に生かされているわけですよ。って何言ってんだねえ。いや肛門ね、いや入るのかな。いや、入るんでしょうね、やっぱり。結構入るらしいですよね、肛門っていうのは。頭が入るらしいですよ。 いや本当、なんか調べるとそんな映像がインターネット上では出回ってるそうで。ねえ、4次元ポケットですね、肛門も。いろんなものが入る。夢が詰まっているのかな。いや、何言ってんだ俺は。ねえ、ごめんなさいね、おかしなこと言ってますね。いやー、自称肛門外科医だけに今日は肛門の元凶を持ってきましたね。さあ、なんとかこれで肉壁をして守りたい。さあ出ていくんだみんな。オッケー。いや、泥仕合になるかなと思ったけど案外開けなかったですね。今回もマップあんま行けなかったかな。そしてなんか僕にしてはね、珍しく下ネタ連発な、回になってしまい、女性陣の皆さん、でも本当に申し訳ございませんでした。いやー、ちょっとね、今振り返るにね、かなりね、同性愛者の方たちに対する偏見というか、侮蔑というか、差別というか、そういうのがかなりね、ふんだんに含まれているかもしれません。いや、してるんでしょうけどね、世間一般的には。まあね、ブラックジョークということで、ご理解いただきたい。はい、というわけでね、いつものように映画の評価額をつけたいと思います。大人の映画は鑑賞料金1800円に対して、この映画にならいくらまでなら出せるかということで評価したいと思います。映画「君の名前で僕を呼んで」、評価額はズバリ1100円です。加速ですね。もう映像はね、本当に美しかった。また少年と青年の役者の演技もね、実に素晴らしかった。はい、だけどそれ以上でもそれ以下でもないというのが、まあ、私の個人的な正直なところですね。もう少しね、ドラマ性が欲しかったかな。ただね、それやっちゃうと説教臭くなったりするかもしれないので、難しいところですけどね。ボーイズラブが好きな人にはおすすめです。総じて
いい映画だったと思いますよ。はい、というわけでね、今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、 Have a nice day. バイバイ。もしこの動画を気に入ってもらえたら高評価をお願いします。チャンネル登録は下のアイコンをクリック、 iPhone やスマートフォンの場合はタップしてください。よろしくお願いいたします。